はい、今日は持ち手を悩みたいと思います。はい、皆さんおはようございます。セノンです。はい、なんか今日声が響いてるかもしれない。今日ですね、この編みバッグ結構編みました結構編みました。で、今日持ち手のところに取り掛かって、まあ完成できたらいいなくらいなんですけれども、で、この編みなんですが、ちょっと、前回編みの説明をして、で、10目でこのね下のところ10目で編んでいってたんですけれど、10目でね3段ぐらい、3段、1、2、3、違うな、4、あ、4段だ4段編んでますね。10目で4段、こう、このね、これ1段、2段、3段、4段って編んで、で、その後に、ちょっとね、ちょっと10目がつまんなくなってきたので、理由はそこかって感じなんですけど、つまんなくなってきたので、5目、小さい編みですね。だから目数は変わらないんですけど、ちっちゃい編み。ちっちゃい編みですね。ちっちゃい編みで4段編んでます。1、2、3、4段。で、途中で糸がなくなったので、糸の色をね、変えまして、というか、余った糸を探して。で、これも同じ麻糸、ラミ糸なんですけど、ラミ糸ね、これね、もしかしたらちょっとリネン入ってるかもしれないんですけど、で、そこからね、10目大きいネット編みにまた戻しまして、これを3段。今、やり終わった状態ですね。だから全部で、11段編んでんのかな。で、ここから今日、持ち手のどうつけようか。で、これ基本的にっていうか、折りたたみっていうかね、全部ぐしゃぐしゃっと、まあこう折りたたむので、あんまりごっつい持ち手。あんまりこうね、キュッキュッ、詰めしてしまえ。で、あんまりごっつい持ち手だとまたここが膨らんでしまうので、あまりごっつい持ち手にもしたくないんですよ。もう最初から最後までこれをフルで持ち歩くというよりは、あ、荷物がいっぱいになっちゃったっていう時にちょっと臨時で使うっていうこう位置づけなので、持ち手がね細くてもいいかなと思っております。で、どうしようかなと悩んでおりまして、で、とりあえずですね、この楕円のここ元に、ここの上、どこかなぐらいのところに印をつけていこうかなと思います。要するにこの楕円の直線の部分と丸い部分の編みの部分の境界線といいますか、どっからが直線扱いなのかみたいな、まあ適当なんですけどね。適当にまあここら辺かなぐらいにしか思っておりません。けどまあ、目安として、目安として、ここ、上にこう、ぎゅーっと上がってきた、ここかな、ぐらいの、こういう状態で、もう実際こう持ってみて、あ、こんなバランスでいいかな、ぐらいしか見てないんですけど。で、ここで、この横のベロンとした部分は、ブワーっと、まとめて、いってみようかな。これに近いかな。横を集めてきて、ここは普通に編みなんですけど、持ち手のところ、ここで、何しよう。このワシャワシャワシャっと集まっているところに紐を通して、真ん中のところには紐を通さないで持ち手にするみたいな。その部分を持つみたいな状態にできたらなと、今ふと思いましたので、まずはそれを目指して、どうしようかなですね。はい。もうここまでが長かった。ここまでが長かった。よっこいしょ。で、こっからですね。よいしょ。今この端っこのところなので、ここからスタートかな。ちょうどこの楕円のところからスタート切るので、今細編み、普通にね鎖編みの、違う、ネット編みの始まりで細編み1個しまして、
で、すぐ隣に駒編みしようかな。すぐ隣駒編み。はい、すぐ隣駒編み。この印の手前までですね。印までやりますかね。印まで駒編み。で、ここからネットなんですけど、5目ぐらいにしよう。5目にして、駒編み。1,2,3,4,5 目編んで、駒編み。で、こっから、はい、印のとこに来たので、こっから隣の目にすぐ細編み。はい、すぐ細編み。はい、すぐ細編み。っていう風にぐちゃぐちゃっとまとめていこうかなと思います。よいしょ、ここの印のところまで来ました。わーわー、はい、来ましたよと。で、こっから。また同じように5目ですね。3,4,5 目の鎖編みして隣のところに、ちょっとね、あんまり緩くならないように気をつけて細編み。1,2,3,4,5 この鎖編みが緩めにならないように気をつけながら細編み。一応このバッグというかですね、これはあの荷物が持てなくなった時に持つ予備バッグとして考えているんですけれど、もうすでにね、これ出来上がった後で出番が来ると思います、すぐ。今度ね、あのお友達と一緒にですね、パン屋さん巡りをしようと。巡るっていうすごいなんかこう何軒かをはしごしてですね、パン屋さん。で、美味しいパンをゲットしに行こうじゃないかという話が出ておりまして、多分こういっぱいね、いろんなパン屋さんでパンを買うので、袋がね、何個も何個も袋持ち歩くのも大変なので、こういうのにバサッと入れて行こうかなと、そういう臨時的な臨時の荷物入れにも早速使うの決定、私の中ではもう決定事項でございます。もうね、パン屋さん行くテンション上がるんですよね。なんででしょうね。あれもこれも欲しくなって。まあ食べきれるっていうかね、あっちも食べきれちゃうんですけど。はい、で、最初のところに戻ってきて、最初の細編みのところに、引き抜き編みして、はい、この段が終わりました。でもしっかりはっきり袋状でございます。麻紐なんでね、本当は強いと思うんですよね。伸びるですね。はい。で、ここに、この短くしました、今。ぎゅっと縮めたんですけど、ここにですね、紐を通すための枠を作りたいので、ちょっと3目編んで、隣の目。かな。3目編んで、隣の目。どうしようかな、この5目全部拾って細編み編んでいこうかな。ちょっとやってみましょうと。5目鎖編み5目なので、細編みも5目編んでいきたいと思います。で、このね、つなぎ目部分は編まないでわざと飛ばして、次の鎖編み5目のところに細編みを全体すくって5個入れていこうかな。ちょっとこう入り口のあたりはちょっと編みくるまれて、ちょっとだけしっかりしてる。で、横の方は紐を通す、こうジグザグにね、紐を通していけるような作りで、ここが持ち手の状態になればいいかな。で、1,2,3 目編んで、はい、細編み。はい、やってこう。はい、ここで一周しました。はい、実質もこれでね、私の中ではできたと思っておりますが。はい、こういう状態ですかね。こっちはくしゃくしゃで、こっちは、
こ、どうだろう、ちょっと試しに紐を通してみるかな。細いやつなんですが、これ革ビニールコード、革紐なんだかビニールコードなんだかなんですが、要するにこれをこういうジグザグ通していきたいなと。で、細い方が折りたたみした時に邪魔にならないし、やりやすいんじゃないかなと。まあ、こんな感じで、まあ、臨時のバッグ、臨時サブバッグとして考えるとこういう状態のバッグになるんじゃないかなと。で、まあここにね、ここにゴムつけて、紙ゴムでもいいと思うので、ゴムをつけて、こっち側にボタンをつけてパチンとできるようになったらいいなと思います。うん、ちょっとこの革紐ね、長いので、これで鎖編みしていこうかな。で、それを持ち手にしたらどうだろう。足りないかな、長さ。あ、長さ足りねえ。長さ足りなくなるわ。ダメか。鎖編みはやっぱりそうですね、欲しい長さの3倍ないとダメなので、足りなかったな。まあしょうがない。じゃあこのペロンとした状態でやるかな。まあ革紐にしとくか。うん、革紐、やっぱこれでちょっと何か持ち手のこれ、要するに紐何でもいいので、革紐でもいいし、だから鎖編みのやつでもいいし、スレッドコードでもいいし、持ちやすい持ち手、こう紐と主張の、あまり邪魔にならない、畳んだ時に邪魔にならないようなものを使った方がいいんじゃないかなと。で、これは畳みましょう。畳めるようにしましょうですね。こうですな。よっ。で、ねえ、これじゃない。ちょっと、ボタンがねって話ですけど。ちょっとボタンか、紙ゴムでパッチンでもいいんじゃないかななんて、単純にね、思ってますけど、あと糸始末したら、で、この、ちょっと紐ね、持ち手のこともちょっと考えるっていうか探してね、これでもいいと思うので、これを通したらあとは出来上がりって感じですかね。こっからこっちは全部細編みで、ここは鎖5目かな。うん、でここまで来たら最後こう、こっちからこっちは、こう、一編みにつき、細編みを編んでいて、こっちは、こう、5目ずつですね。編んでって、で、次の段は、細編みを、このね、まっすぐなところの上の、編み編みは、ここは細編み5目にして、ここは細編み編んだら1、2、3目編んで細編み。3目編んで細編み。3目編んで細編みで、実質糸がね、ここの間をこう、入っていく。で、この形ですね。になればいいかなという感じでございます。いろいろ糸始末やら何やらして、ちょっと後で最後に写真を載せたいと思います。はい。というわけで本日はこんな感じで、横はくしゃくしゃ、真ん中はスッキリのタイプのネットバッグにしてみました。で、ここにこう持ち手ね、こういうのをつけて、完成。臨時バッグなので、そんなに
がっつりとした作りにはしておりません。そういう感じにしました。はい、というわけで、これネットバッグ1を完成させたいと思います。はい、それではまた明日また違うことをやっていこうと思います。じゃあ